いいことあった？もしかして可愛い女の子と知り合いになれたのかな？はい。あ。さっきから何を言ってるんです？もしかして覗きの言い訳でもしているつもりですか？最低ですね。何ですか？それ何ですか？知りません。私はたまたま通りかかっただけです。あなた何組の人なんですか？他に誰がいるんですか？うん、一応先輩だったんですね。あまりに落ち着きがないので同学年だと思ってました。1の B の七崎です。愛ですけど。だから何ですか？珍しくてすみません。よっ！ハハハハ！
お、いい感じしてるね。その通り、お前を引っ掛けたんだよ。前回のお返しだ。悪く思うな。そっちの七崎には迷惑かけちまったみたいだけどな。では俺はこいつと一緒のクラスの梅原正義。はあ、あーにゃにゃ怒っちまったかな。しまったな。ところであの子はお前の知り合いなのか。なるほどな、それでか。いや、実は俺お前より先に来て隠れて見てたんだよ。そしたらさ、お前が張り切ってあの子に話しかけるから見てるこっちがハラハラしまったよ。しかし最高にタイミングのいい子だな。おかげで予想以上に笑わせてもらったぞ。いいじゃねえか、人気のない場所にしてやっただけでもありがたく思うよ。おいおい、それはないだろ。前に俺をグラウンドのど真ん中で待たせたこと忘れちゃいないよな。ほれ、詫びと言っちゃなんだが、ジュースおごってやるからよ。よし、それじゃ早速行くとするか。おい、ぼーっとしてないでさっさと行こうぜ。ちょっと、ちょっと、あ、高橋先生じゃありません。もっとシャキッとする。背筋が曲がってるから下を向くのよ。きちんと背筋を伸ばしなさい。まったく、廊下で大あくびなんて。そうね、いい機会だから言っておくけど、最近のあなた、少したるんでるんじゃないかしら。あのね、進路にしても生活にしても、ちゃんと目標を立ててないからそうなるの。だいたいね、同じ学校に妹さんもいるのよ。そこは兄として立派なお手本にならなければいけないんじゃない？来年はもう3年生になるんだから、ちゃんと気持ちを引き締めないと。
ちゃんと聞いてるの？相手が話をしてるときはきちんと聞くのが最低限の礼儀よ。いい？普段自分が油断をしているところこそ見られているものなのよ。家でもとまでは言わないけど、せめて校内ではもう少ししっかりしなさいね。先生としても期待してるんだから。もしこれからもたるんでるようなら、その都度ビシビシ注意しますからね。いい？わかった？返事。返事はきちんとする。よろしい。それじゃ、しっかりね。先輩、何か用ですか？あ、そういうことでしたか。でしたら気にしないでください。ただちょっとおかしいなって思ってただけですから。高橋先生を見る先輩の目つきが、です。別に、隠さなくてもいいですよ。私、人の趣味には口を出したりしませんよ。その人の自由ですし。言い訳なんてしなくていいですよ。
私にはそう見えたってだけですから。もし心当たりがあるなら少しくらいは考えてみたらどうですか。冗談ですよ。本気にしないでください。先輩ってやっぱり変な人ですね。さて、それじゃあ私、もう行きますね。失礼します。